この音の効果の怖さ、これにも存分に耳を傾けていただきたいと思います。それではまた後で会いましょうね。面白いやつだな、気に入った。殺すのは最後にしてやる。つまりこうだ、汝自由を得よ、さすれば道は開ける。お前は豚だ、ドブネズミより汚え、最低の豚だ。てめえこそ女は死ぬまで犯し尽くされ、お前らは首を切られてた。まだ主の命令に従わんのか。我が民を晒しめよ。これでも関係ないか。来いよ、決着つけようじゃないか。一対一でここで。今はもう誰もパパに危害を加えたりできないんだよ。あの子のテディベアが座席に置いてあったんです。手放すはずないわ。何も分かっちゃないようだな、お嬢さん。口だけじゃ済まらないんだよ。古代の書物に浸っている時の方が想像しい現代よりよほど落ち着きますね。どうぞお引き取りください。個人の権利を尊重しない集団はそれ自体長く存続することは不可能です。ねえプーシー、自由にはあまり詳しくないようだね。僕は完全に心を奪われた。この町にこんなに純粋で心の美しい子がまだいたとは。この野郎、荷物まで運んでやる気かよ。甘やかしてもらうと手に負えねえぜ。ブロンドで青い目のゲイが運動場に出たらどうなるか。何かでっかい事件が迫ってきてるってことは俺の勘でわかるんだ、中隊長さん。お言葉ですが大佐、お願いしたのは内容の承認ではなく番組への参加です。女性ドライバーには俺優しいんだけどさ、でもあんたは走る狂気だ。私たちの関係は初めから危険と隣り合わせだったじゃない。今さらお互いのためなんて。80になる肝臓がんの老いぼれだぞ。何もしないだろう。役になりきるのがおとり捜査のコツだ。この裁判には人間の命がかかっています。にもかかわらずメイラは自分の罪を逃れようとしています。自分の欲望に忠実な男でいてほしかった。あんたはここでじっとしてりゃいい。あとは俺に任せろ。バンマスかと思って誰にも言わないで。飲んでるとこ見つかったらクビになっちゃうの。なあ、そいつを殺しに来たのガールスカルじゃない。プロの殺し屋たちで完全武装していた。それに爆弾まで。いいか、個人的な恨みを持ち込むんじゃない。これは政府の仕事だ。知ってるだろう、私は合衆国大統領だ。親愛なる隣人スパイダーマンの一日が始まる。まず手を洗って、それから私の部屋に来て。皆様ごきげんよう。今日は馬の話だよと。一旦封を剥がしてしまったら真空にはならないんだって。いい加減にしてくださいよ。他人に似てるなんて勝手なこと言って、強盗事件で何ですか。スチュアート、ジョージよ。ジョージ、新しい弟のスチュアート。そうか、1分やるから手短に説明してもらおう。俺はデカでバッチは本物だ。それにこの銃もな。先週ですが司会を逮捕したんです。子供相手に遊びが過ぎましてね。犯人はそれで私のパソコンに入り込んだ。私のファイル全部にアクセスできたのよ。そりゃ言い過ぎだ。まるでホットドッグ屋の息子がマスタード屋の娘と政略結婚するみたいだ。おじのアレックスはダンスが大好きで、それであなたに着衣をあげたのです。野球カードみたいに人を好きに動かすのか。これはゲームじゃないんだぞ。いや、ロリンズ保安官、万一ということもあるんで半径25キロ地点に検問所を設けることにしましょう。オーストリア、それじゃあコアラの国だね。さあ、でっかいエビでバーベキューパーティーやろうぜ。自分は戦争から逃げたくせに。それともあなたが逃げたのは私との結婚からかしら。いや、小学生の頃から私は女性が怖かったんです。そういうところは女子高校生とよく似ておるな。おつむは鈍いが男子生徒がやりたがってるのはよく知ってる。とぼけるなバカタレ、お前らの芝居ぐらいとっくに読めてる。盗むつもりだった、妹さんに渡すために。いや、僕もまだデータ不足でね、データなしに推理を立てるのは危険すぎる。この村の住人は非戦闘員だったんですよ。私たち囚人は自分を見失い顔色をうかがうようになるが、心の奥ではこのようにしたあなたたちを憎みきっている。私の美容師の旦那、あんたのせいで800ドル吸ったのよ。ボートの事故だなんてとんでもない。スクリューにやられたんでもない。サメに食われたんだ。アップルソースの複雑な作り方発見ってわけか。オルトニエさん、一体何があったのです。あなたは私のお友達でしょ。また会えて嬉しいわ、マーフィン少佐。俺のに乗った方がいいな。取り分ならそっちがログ、こっちは読んでいい。でも40万ドルはかけてくれ。正しい言葉を話さないと自分の意思が正確に相手に伝わりません。
コーナーだと私の息子をどうする気だ。そう、あなたが胸幅を広くするようにね。あれだけジョギングやってまだ足りないの？僕の追ってる犯罪者がこの町へ来た。だから探し出すのに手を借りたい。ドクタースベボ、医者だよ。しかしこれでは何をしに来たかわからん。ごめんなさい、あなたのように完璧になりたくて。人生について講釈垂れたいんなら本にでも書け。それじゃ未来がどうなるかみんなにどうやって証明するのさ。あのお金はもう使えないわ。あなたのでも銀行のでもない。空港まで送っていただけますかな。コルレオーネさんは悪い知らせほど早く来たがりますので。すると忍び足で振動探知機をかわし、わずか一箇所の侵入口にたどり着くわけだ。墓には仕掛けが張り巡らされ、キョンシーも体力を回復している。簡単に倒せる相手ではない。そうさ、お前みたいなバカ相手に本気で怒ったって仕方がないってもんだからな。今さら別れようなんて言わないでくれよな。だってやっと俺お前を本当に愛してるってことが分かったんだから。女性は素敵だって思うし大好きだ。ものすごく素敵だって思うから完全に避けてるんだよ。だって信じられないわ、あなたがそんなに老けちゃったなんて。私も老けたってことね。出だしはバッチ。さてさて、ミス・ジョーンズ、これはどこに？ありがとうマリオ、君が私を助けてくれたことは一生忘れないよ。おかけになりませんか？あんまりいい話じゃないんで。ウイゴばかりが死んだのはカビ毒を食べたせい。災いは全て科学的に説明できる。俺に挑戦できる男はたったの一人なんだ。そいつはガキじゃねえんだよ。男、女、誕生、死亡、そして無限。私と同じようにあなただっていつ病気になるかわからないんですよ。どんな医者も患者になってみるべきなんだ。こう見えても私だって女なの。私って変わった男に惹かれるの。結婚しなければお母さんはお前の顔は見ないし、結婚したら私が見ない。課長のペドロ・アラゴン、今日から君は我がアラゴン家の一員だ。本土で同じことをしたい。二人で組めば必ずしも不可能な夢ではない。主人って私をいじめるのよ。私を連れてどっかに逃げて、これまでどんな目に遭わされてきたか。例によって遅刻ね。お葬式から帰る時ぐらい時間を守ったら。君と私は仕事のやり方が似ている。相手の名前は聞かない。私もだ。アマンの言うこと聞かないと怖いぞ。子供はこんなとこにいちゃダメなんだよ。向こう行け。これ僕が愛してること知ってるだろう。パパがよこした嫌な奴と一緒に帰らないことも分かってるね、マルジュ。どこかのキザな野郎がスタンドプレーをやったらそれに手もなく引かれて、今度は人殺しの味方をして無罪にご投票か。少しは恥を知れ、恥を。あなたって愛やセックスをそんな風に考えてるの？私と寝る時も相手が誰か分かってないんじゃないの？だが男が恐れを見せれば弱さの証。奴隷も同然だ。今のたった一つの望みはもう一度あの子に会えるように何とか奇跡を願うだけだ。憎しみを抱いてはいけない。相手の思うツボだ。市長待って、今から手を打てば8月には間に合います。あなたまでが何これ。あなただけは理解してくれると思ってたのに、こういう誤解を解くために苦労してるのよ。人それぞれ生きがいが違う。あるやつは金金、あるやつは身がしびれるような危ない仕事だ。なるほど。だけど必要なのはあなたじゃなく、あなたのお兄さん。博士号を持ってて3年間訓練を積んだ人。アパもヘチマもあるか。俺は本当に頭生きてるんだ。忠告するけど、あんただって素敵なドレスを買って病院に行けばみんなに紹介する友達になれるのに。頼む頼むよ。違うんだ、何もしないから話を聞いてくれ。男らしいわよ。私もっこりが好きなの。殺してみろ。その噂聞いておめえらのよからん仲間があだうちにまた来るかもしれねえ。道に迷って遠いところから歩いてきたのに、親切にしてくれる人が誰もいなくて。 M はあんたが副業で稼いでも文句は言わない。あんたが機密を売りさえしなければな。敵になったらどれほど怖いか知らないでしょ。そんなことにならないように壊しとくのよ。完全にはヴァンパイアになりきってないんだろう。よく聞けよ。私頭に銃を突きつけられてた。今度こそ絶対大変なことになる。そうなってから泣きわめいたって遅いだから。お前はシビアすぎるの。ない、お金がなくなってるよ。こういうことわざがあります。橋を壊すのは欠けるよりも優しい。君は陸軍の軍医で負傷してアフガニスタンから送還された。君には兄がいる。だが頼らないのは嫌いだからだ。僕に何ができるんだ。あんたが代わりに殺してくれるっていうのか。
頼りないから娘と孫の様子を見に来てやったのに、その言い草は何さ。そいつを奪おうって考えたわけだ。おめでたいやつだ。そうだ、お互いに3つだから6個日曜の大腸がんはもらうわよ。お前の給料を倍にしてやる。ああ、とにかくいいボディしてるんだよな。おっぱいも最高。子供に帰ってあれにむしゃぶりつきたいよ。私の勘に狂いがなければ、奴が次に狙う獲物はピンクのヒョウだ。もうあた、ん？999人目と1000人目は車で引っ掛けてしまいまして、ヤバいと思ったら売人で助かりました。基本的なルール、どんな男でも相手がどんな女だろうと必ず落とすことができる。グラタ、俺の勝ち。これから俺たち義兄弟だ。うちのおばの兄貴の隣に住んでる人の甥の長男なんですよ。あれがね、妹は今病院だけど助かるかどうかもわからない。あんな野獣ほっといたら大変だぜ。ガードマンっていうのは男の中の男ですからね。古傷は勇気と責任感の物語の何よりの証拠や。イップマンとかいう若手と戦う必要なんてない。数名や数十名ではなく200名、300名を脱走させドイツ中にばらまくんです。嘘、信じられない。本当だ、本当にあなただ、ベンジャミン。よし、それじゃあ俺がみんなにおごるとしようかな。警官たるものに努力のしすぎということは絶対にない。ポケットには、このポケットにはフンダバが2つ入ってるのよ。いいえ、別に。アプリコットシルクに専門的な興味でもお持ちなんですの？連中は何もしやしません。これは私の務めです。フェリックスは命の恩人です。もうお忘れですか。確か個人的な問題で何度か手をお貸ししたことがありました。なぜ本屋に立っているのか。いつも資金上から出たがっていたくせに、荷造りに1時間しかない。妹さんに届けるためにお誕生日なんでしょ。それについでだったもんで、友達に会うね。今のパンチは見えなかった。俺みてえな老いぼれのパンチがだぞ。相手がアーポロだったらどうなってるね。私が選び、私が鍛え、3年間共にベトナムで戦った。その車も粗大ゴミだ。ポンコツ奥さんに持ってきな。私は引退した身だよ。取材に応じたまでだ。分かったぞ。僕はマザーコンプレックスだから結婚できないってそう言いたいんだろ。さあ、今じゃどっちが物持ちなのよ。あなたが勝手に分け前を食べちゃったのよ。二人とも男だったわ。だから挑戦しがいがある。はるばるニューヨークから来たってのに話も聞けねえか。あんたの親父さんはこんなに冷たくはなかったんだ。ほら、別れる時にお情けでやらせてくれる殊勝な女もいいんだろ。もしなくしたらまた手に入れればいいでしょ。家や車なんていつだって買えるわ。そんなの本音じゃないわよ。男なんていやらしくって、ほんと一人の女じゃ我慢できないんだ。けがたましい。僕はこの悪魔性を利用して人を助けたい。父も人を助けた。いえ、もともと口数の少ない子ですから。恥じらいで赤くなった二人の巡礼、君の手に優しく口づけをし、汚れを清める。現役可能なスターシップはエンタープライズしかない。何が何でも12時間で出航するんだ。何を成し遂げたかよりどう生きたかが重要なんだ。イライラ？ああ、そうか。地球人の感情ですね。ドクター、冷たい海に人を突き落とすという残虐な行為が面白いのですか？俺は一度は死んだ身だ。今は生まれ変わってすっかりいい気分だ。ハッピーさ。イーグルワンからアートワンへ攻撃してよし。冴えない顔よしな。グーニーズの仲間は何事にもめげないんだよ。もう夜だし、悪いことが帳消しになるくらいいいことたくさんやってる時間ないよ。質問に答えろ。お前は俺の養子になりたいが、どうだ。いいコレクションですね。ジョージ・ワシントンのキャンペーンバッジでも1789年のやつがない。誰へのおべっかが足りなかったって言うんだ。はっ、正直に言ってくれ。郷長、我々の任務はこの最悪の町を、失礼、君のふるさとの町を隔離することだ。前払いで週25ドル50セントです。チェックアウトは正午ですが、長期は関係ありません。ちょいましとんま。この前はチビの能力を見くびって捕まった罠かもしんねえ。革命がどうやって始まるか知ってる。本を読んでる奴らが読めない奴らをそそのかす。その一方、貧乏人はどうなる。みんな死ぬ。ビジョンがふっと浮かんできた。これこそタイムトラベルを可能にするものだ。次元転移装置。君たちならどうする。
一つの場所から出ることもできず、毎日が同じことの繰り返しで何一つ変わらないとしたら。スカイプって何よ、意味わからない。ユダヤ人差別の言葉は何なの。ああ決めたよ、偉大なるダントン。俺たちの車は二人乗りで、神様どこに座るんだ。ハニーなんて呼ばないでよ、二度と私をハニーなんて呼ばせないわ。もう悔しい。別々にやるか一緒にやるかだ。自由ってことだよ、この言葉だけはわかるんだろう。自由、どういうことかって。747が墜落して大統領候補の命が狙われてる、他に何がある。お前の敵をわしの敵と呼べるのは友情で結ばれている時だけだ。それを忘れるな。もちろんだ、俺は兵士で悪魔じゃない。悪魔に使われたことはあるがね。いいえ、あんな汚らしい方大嫌い、平気でひどいことする人なんて大嫌いだ。触っちゃダメだ、トーテムの意味がなくなる。重さ、感触、バランスは他人に知られちゃいけない。学校で抗議しただろう、警察の仕事はドンパチやカーチェイスじゃないって。これって本当？人間の頭のある部分を銃で撃つと爆発するって。例のドイツ人の女性です、ファッションショーを一緒に見る約束をしていました。大人になり、ダブルオセム。エンリコ・フェルミがお前のそんなバカな理論を聞いたら墓の中でひっくり返っちまう。逆立ちしたままケツから出てくるぜ。浄化槽の汚物掃除かと思った。蓋を開けてみりゃ15万ドルで議員をやれって話だった。何言ってんですか、すぐ現場に戻らなきゃ。一緒に連れてった若いのがどうなったかわからないのに一人のほほんと寝てられると思いますか。ただのさすらい人じゃない、彼はアラゴルン、アラソルンの息子。ガサ入れされたくなきゃとぼけてないで、俺の言う通りにしろ。我々は全て知ってる、ラファティの死体は時期に我々の手に入るだろう。はい、幸運のリンゴ、きっとなんかいいことが起こるからね。生まれつきそういうたちでね、口をこぼしながら仕事する。君はそうじゃないか。自分にも任務があります、持ち場を離れることはできません。分かってる、君はピアスじゃない。では何者か。彼のペニスを小学校の入り口に吊るすとか。許せない、弱みにつけ込まれてる。全力を尽くしましたがダメでした。お代は600ドルで結構か。ただのロボットじゃない、超最先端ロボだ、多分日本製。君が私から盗もうとしていることか、それともこれが夢だってことか。ベルトが49ドル95で 15% 引き、ジャケットが589ドル99、合計で1042ドル68セントになりますね。ジルベル・ポントン、階級は二等級刑事、一族警官をやっていた。前置きはいいから一刻も早くそうしてもらいたいね。だから殺されでもしない限り私たちに連絡もなしでどこか行ったりしないわ。殺されたのよ、わずかなお金のため。人生にはお金よりいいものがあるわ。いい車だって、よく見てから言ってくれ。ナビじゃねえだろ、こういうの抜群にイケてるって言うんだぜ。アフリカに入る前からずっと一緒、他のやつとは戦いたくない。生きてる時にろくなことしてないから死んでも引き取る人がいないの。それをうちのおじいちゃんがかわいそうだからって世話してあげてるのよ。もしあんた方が鳥と犬なら相性は悪い、だが馬と牛なら相性はぴったりじゃ。イノシシと猿もうまくいくはずじゃ。おかしいな、我が身を犠牲にしてまでこんな私を救ってくださった、どうか感謝の気持ちを受け取ってください。待ってこい。別に俺の手はまるで牡蠣みたいだ、真珠に張り付いて話したがらない。悪いけどもう出てってくれ、事情はよくわからないが、もし君が王子様に会いたいんだったら。いきなりで申し訳ありません、今日はご苦労様です。俺はトミーのアバターにリンクできるからこの仕事を任されたけど。あれ驚いた、本当にいたのか。随分と肝っ玉の座ったネズコウだ。プライドが高いのね。プライドは欠点それとも長所、あなたの欠点は何なの。不思議なもんだね、今はもう何一つ残ってない、熱い叫び乱れた後も。言っちゃなんだけどこっちの子は顔だけじゃなく心も綺麗だよ、いつまでもフリーだと思うのよ。そのカップ土に帰るまで時間がかかるんだ。まるでイナゴだ、惑星から惑星へ群れをなして渡り歩くんだ。資源を全て食い尽くしては次に移動する、次は地球だ。校長、あの落書きを見たまえ、けしからんいたずらだ、良識を疑うよ、直ちに厳重に取り締まりたまえ。悪い悪い、後でここに電話くれよ、弁償するからさ。もう僕のために
誰も死なせない。わしは魔法使いだぞ、フロド・バギンズ。現れる時は早すぎもせず遅すぎもせんのだ。奴らシーズンごとに新しい生贄を連れてくる。とんでもねえのも混じってるよ。いいえ、でも言っときますよ、お若いの。言うことを聞かないとズボンを引きずり下ろしてお尻ペンペンよ。戦行中に爆雷攻撃を受けるな、あんまり愉快な経験じゃないからな。それなのにこのミャオ族同士の争いに中央部族の手を借りては。関係ねえよ、殺されねえうちおいとましようぜ。いいわ、最悪の服装だって言いたいんでしょ。でもファッションの仕事をずっと続ける気はないの。さあみんな行くぞ。怖いのか、臆病者が揃った。この授業では杖を振ったり馬鹿げた呪文を唱えたりはしない。英春剣イップマン。これは HIV とは一切関係ないことよ。あいつらの目を見ろよ。俺とやった時お前にはあの食いつくような鋭い目があった。あの目を取り戻すんだ。見殺しはまずいよ、助けましょう。信念のためならば神も裏切れる。母国ロシアのためだ。だが今は君の力が必要だ。しっかりしろ。飲むな、酔っちゃいかん。だがビクビクしちゃおかしいぞ。蛇に睨まれたカエルみたい。お前たちは危険を覚悟で来たんだろ。もし長生きしたいなら町でおとなしく暮らしてりゃいい。君がいたことがラッキーだ。どなたに礼をすればいいかね。少林寺武術は門外不出。外部の者は習いたくても習えません。僕は美男子だからな。女ばかりが男にもモテる。けど僕にはその趣味はないからな。酸と糖が化合すれば純粋炭素と多量の粘性残留物ができる。あの裂け目を塞ぐのに十分なほどのね。この家を建てるのに奴の女房はセメント流したり釘を打ったりしたもんだ。チェックメイトキング2、チェックメイトキング2、こちらホワイトルーク、応答願います。奇跡を早く終わらせたくなかった。あんまり詮索せん方がいいんだよ。そう思わんかね。やる気か。不当会のボスは昼寝中だ。死にたい奴は来いよ。いや、怖くはない。悪党にはそれしか楽しみがないのか。人殺しを計画することしか。ヒトラーに皆殺しにされてる時にどうしてそんなジョークを言えるんだと。ヒューストン、こちらは司令船パイロット、これより着陸船とのドッキングにかかる。どうかご遠慮ください。タバコの煙を吸い込めばいずれは命取りになります。それどっち側のお尻のこと言ってるの？ボンドです、ジェームズ・ボンド。未来は陰鬱なものに見えてくる。でも過去は忌まわしい出来事でさえ輝きを増していく。町外れの薄汚れた倉庫で暮らしてる結構な身分だ。今すぐに何とかしなければ生涯ワインボトルだけを伴侶に生きることになる。では被告人の罪状認否を行う。被告人エミール・ハンの前にマイクを持っていきなさい。あなたがどんなに脅迫しようとも、それでおとなしくなると思ったら大間違いよ。さあ頼む、靴を新調したいんだ。行け。わしをじじだって言うな、この青二歳め。さあさっさと向こう行け。さもないとその帽子の下の可愛い青二歳面ぶっ飛ばしてやるぞ。そうそう、あれとミザリーの子供、この世で神々しいと言えるのはこの二つだけだわ。何を話すんだね。僕は何者かというと私生児なんだよ。名もなし、財産もなし。もし嘘だったら、そのツルツルのチンチンちょん切るから、本当の使い方を知る前にね。鎖の鍵はバスタブの中だ。そうだ、私は変態だ。膝を切ってやる。試合中に死んだんだよな。アリゾナの殺し屋って異名を取ったテックス・コロラドに。命をかけて人食いざめて四隅渡り合おうってんだ。大きく出たな。東四郎ほど大口を叩くもんだ。あなたのせいよ、あなたのせいで私は身も心もズタズタに引き裂かれてボロボロになってしまったのよ。武器を使いこなすと自分が見えてくるが、刑事の場合見えてくるのは犯人だ。しょうがないだろ、思わず浮かんだんだもん。そうです、あれはマシュマロマンです。自分の手で殺すのが相手への敬意だ。バミューダトライアングルを出た人は一人もいないのよ。今朝の空は真っ青で山は光っていました。緑の匂いがもうむせ返るようで。情勢は極めて有利だ。警戒部隊の勢力を敵の4倍から5倍はある。我が英国艦隊を世界最大の中国空軍と衝突させるおつもりですか。
信じられない。英雄の隠れ家に足を踏み入れることができるなんて。君らだって素敵だ、最高だよ。利口な女大好きなんだ。俺はこんなちっぽけな町の保安官だが、自分らの町を守るという誇りがある。あんたら軍人が国を守るようにな。コーン畑育ちの女はいくらでも買える。君の気が変わったらいつでも付き合ってやる。いやあ、モートン坊やジョーンズおじさんだ。今頃きっとお前は涙を流して命乞いをしているだろう。ジャック、聞きな。ここは取引といこうぜ。空がわしの屋根で大地がわしの寝床じゃ。お前が今言うたそうじゃよ、このわしは。ペーポン、なぜ水剣を使わないの？大丈夫よ。よし、人はわしらのもんだ。よし、みんな聞いてくれ。この飛行計画は忘れよう。今から新しいミッションが始まると思え。俺は絶対嫌だ。汚れた奴らと手を組んで生きていくくらいなら潔く戦って死んだ方がいい。そりゃそうでしょ。出なきゃ大人が汽車ポッポなんてハトホッコ。君もどうですか？ね、パグズリー、ゴルゴによく言ってちょうだい。お礼の言葉なんて水臭いって。いいね、兄さんがうちにいるって最高。自分を責めちゃダメ、ゴメズ。私が責めてあげる。生きてる、ステファニー、ナンバーファイブ、生きてる。こちらはナイトインダストリー2000、骨髄移植の適合者を探している。行かないで、未完成だ。眠ってしまった。盗み出した設計図がここにあることは分かってるんです。さあ、どこに隠したか素直に話していただこう。さようです。念意作法は私の第一機能でして、何でも心得ております。生存者を囲んで円形に防衛線を張れ。俺の宇宙船を修理するのよ、うん、ちょっと手貸してくれません？エイリアンが私の無線を使ったんです。なぜだと聞かれて、電話を使うなと叱ったからですと、そう答えるのか。奴らに思い出させておやり、ジェイソン。恐怖ってもんがどんな味がするかをね。いや違う、これは大昔俺たちが生まれるずっと前に書かれたもんだ。これは異常な裁判であります。というのも、この4人の被告人は法の名のもとに犯罪を犯したからです。戦争も大統領もクソくらいだ、俺の知ったことが。太古の昔よりそのキューブは存在した。でもテレビが邪魔するんだよ。面白いもんバンバン見せまくって、俺が離婚になるの邪魔してやがるんだ。ホーマー、スクールでプライベートな秘密喋るのやめてくれない？何言ってんの親父。やれって言ったの親父じゃん。パパが先生になるなんて素敵。で、企画品のテキストを使うの？それともフリーディスカッションで自由に参加できるようにするの？あのチビロボット盗品じゃないかな。整備してる時自分から言い出したんだ。主人はオビワンケノービだって。まだ分かっていないようだな、ジャック。え？爆弾ってやつはな、爆発するからこそ美しいんだ。プライベートジェットのどでかいブローカー商社にしてね、その後売り飛ばしたんだ。フランク、ねえもうやめて、バカげてるわ。それもクエンティンへのやきもちなの？ではペンギンは本質的に人間よりも知能が高いという仮説です。そこをマクドナルドが体当たりし、我が身物ともコッパみじんにする。ほら、おいしそう、できたわよ。乗って乗られて踏まれて踏んで散るわ涙が滴りか。どれくらい稼げば気が済むんです？貧しき者から奪い止める者や。はい、親父がくたばるのを待つのが仕事だけどね。ミスレモン、タイと私は明日まで帰りません。あと頼みますよ。わしらはジェダイの騎士で一緒に戦った仲だ。君にもその素質は十分ありそうだ。飢えてんのさ。10ポンドも払ってダセー男が脱ぐのを見るんだ。飽きるぜ。いいえ、好きでやってるのよ。だって楽しいもん。女ならきっとみんなそうだわ。女みたいに見えるけど、喋り方は男だし、やることも女とは思えない。本当はどっちなの？隠すなよ。今日のところはこのまま許してあげるが、一つ答えてもらうよ。なぜわしの命を狙うのかね。申しません、私が悪いございました。これから気をつますから許して。知らないのかよ。刑務所で勉強しろ。時間はある、利口になれるぞ。ん？口だけだ、あの坊主。あんな若造に舐められるなんてだらしのねえ。借金せい。あ、今なんと、確か殺すとそう言ったな。それはまずいのでは。ここで負けちまえばもう終わりだよ。繰り返しだ。シンを殺して何が変わるんだ。いや、長く寺にいたから
こんな悪霊や妖怪が世の中にはびこっとるとは知らなんだ。まさに世も末だ。あんだけのヒット作を作った僕が無視されて、あんなヘナヘナした若造がチヤホヤされる。手話というのは体全体を使うのよ。彼を下ろしたければこの手錠を外してくださる。違ってるんです、違ってる。見てわからないんですか。ほら本物をお見せして。ゴミ袋、ゴミ袋ちょうだい。大統領でもぶん殴ってみせろ。でも飛行機だけは勘弁な。おいアンディ、てめえどこへ行きやがった。早いとここの体から抜け出さなきゃならねえんだよ。いや、俺は気が弱いんだ。大丈夫だ、おいたんが作り直すよ。屋根裏だって改造したんだ。宇宙の模型なんか簡単さ。何がひどすぎるんだ。親を夜中まで心配させて平気なのはどうなんだ。そっちはひどくないっていうのか。ご心配なく、検査終わりました。ゴキブリもシロアリもいません。ではまた半年後に参りますので失礼。今まで気がつかなかったわ。怒ると鼻の穴が膨らむのね。すごいセクシー。驚いた。あんたが喋ってるって全然わかんないよ。だけど今の声なぜかクローゼットから聞こえるのよね。おいたんの趣味はどんなこと？セメント塗りか。それ私も趣味にする。みんなオビワンが悪い。焼いてるんだ。僕を離さない。もううんざりだキャプテンケイオスは。この際キャプテンケイオスはもう縁切りだ。13日の金曜生まれ。そのせいかどうか、恋愛はどうも長続きしないわね。チャプリンがいたからだ。それにキートン、ロイド知ってるだろう。こういう場所ではみんなが映画の魔法にかかる。映画館で見ることで。誰の心の中にもヒーローがいるから、正直に生きられる。強くなれるし、気高くもなれる。そして最後には誇りを抱いて死ねる。いかがでした。いやー、映画って本当に面白いもんですね。さよなら、さよなら、さよなら。